3回ぐらい下交渉もさせていただいて、まあ、僕の要望とかいろんな意見も交換できましたし、本当にいろんな話をしてきて、サインしてきました。今年が4年契約の最終年だった菊池選手は、新たに2年契約を結び、推定2億5000万円プラス出来高払いでサインしました。120試合に出場した今シーズンは、94試合で1番に座り、チームを牽引。4月には節目となる1500安打も達成しました。4番、セカンド、菊池。さらにプロ12年目にして初の4番も経験。ランナーを返す中軸としての役割も全うしました。代名詞の守備では11年連続のゴールデングラブ賞こそわずかな差で逃しましたが、規格外のプレーで幾度となくチームを救いました。まあ、出足良かったですけどね、本当に後半、離脱もありましたし、改めて一軍にずっといたいなと、まあ、年齢も年齢になってきましたので、そんな無茶できないですけども、無茶するのが僕の持ち味なので、それに応えれるように体作りとケアをしていきたいなと思います。そしてプロ7年目のシーズンを終えた坂倉選手も契約を公開。大台突破されましたか？はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。保守専念で臨んだ今シーズンはチーム最多の102試合でスタメンマスクをかぶり、5年ぶりのクライマックスシリーズ進出に貢献しました。ポジションが変わって、なんて言うんでしょうね、まあ、いろんな変化がある中で、まあ、キャッチャーとして1年間こう100試合以上っていうのは目標にはしてましたけど、本当に出れるとは思ってなかったので、まあ、ひとまず良かったかな。打っては3年連続となる規定打席に2桁ホームランもマーク。11月には自身初となる侍ジャパンに名を連ねました。3000万円アップの推定1億2500万円で契約を公開です。一人東の方に旅立たれた人もいるので、今年以上にしっかり自覚を持って、やっていきたいなと思ってます。